時に、なんだろう、こんなに何本もあの本番で滑れるオリンピックって今回は初めてなんですけど、まあそのなんだろう、結構自分でも体力持つかなとか、最後まで全部がいい滑りできるかっていうのはもう本当に自信あるないっていうよりは、もうとにかく全力で滑らなきゃいけないと思ってて、もう全部終わった時にあの天も見ずに泣いてました。ああよかった、いやなんかいい滑りが、あのなんですかね、やっぱりメダルは本当にあ取れたかなって思ったんですけど、3番入ったかなと思ったんですけど、まあ、点数は点数で、あそっかまた4番だったんだなっていう、まあ、結果はあのなんだろう、まあ、メダル取れなかったっていうだけなんですけど、でもなんですかね、すごい清々しい気持ちで、あのこれまでなんだろう、那須地まで準備してきたことだったりとか、こう、 こういう風に滑りたいとか、もう失敗なくこう攻めてとにかく滑りたいっていうのがもう3本全部叶ったので、それがね、なんかあすがすがしい気持ちになるんだなっていう、はい、気持ちになりました。特に決勝は渾身の滑りだったと思います。はい、なんかそれがあの皆さんにもし伝わるような滑りができてたら、今までにできなかったことなので、それがすごく嬉しいですね。はい、あのソチオリンピックに向けて自分らしい滑りをしたいとあの何度もおっしゃってきましたけど、今日は自分らしい滑りはできましたか？そうですね、多分できてるんじゃないかなと思います。まあ、自分らしいっていつも言ってはいるんですけど、やっぱりこう自信を持ってあのスタートに立って、とにかく目の前のコースで、自分のできるパフォーマンスも最大の力を出して滑るっていうのが多分自分らしくっていう私の思っている理想だったと思うんですけど、まあ今日はねたくさんそれができたので自分としてはもう本当にすごく嬉しいですね。はい、とにかく笑顔が印象的なんですけど、なんかもう泣いたり笑ったりで今日は忙しかったですけど、まあでもこうやってこう何ですかね、そのバンクーバー終わった後にまたソチ目指して頑張りたいなと思った時に、この本当にまたギリギリで取れないとか取れるとか、そういう場所にまさかちゃんと戻ってこれるっていう風な自信も持てていなかったので、もうこんなに何だろう、メダルを狙うんだとか、もう最高の滑りしたらもしかしたら取れるかもっていうところまで来れたのがすごく嬉しいなと思います。はい、最後に今後についてはいかがでしょうか？今後はもう今日が終わったらとりあえずもうこう疲れているところを休めて、まあでもそうですね、今日はやっぱり滑り終わった時にあのまあなんか他の選手がコーチのみんなもいやー長いこといっぱい滑ったねってたくさん言ってくれて、なんか本当になんだろう、うん、なんかこのオリンピックの舞台でこう何回も何回も滑れたことが本当に嬉しいなと思っているのと、まあ、多分今回最後だなと思っているので、もう何ですかね、自分としてはすごくオリンピックの思い出はすごくいい思い出で終われるんじゃないかなと思っていて、はい、メダルはないんですけどね、はい、そこはもうなんか申し訳ないとしか言いようがないんですけど、はい、頑張ってよかったなと思って。